どうもうす、今週は卒業生の方に向けて、えー、少しメッセージを喋らせてください。で今日ツイッターをね見ていたら明日卒業式がある高校生もいるようです。まあ、中学生とかね小学生はもう少し先かと思うんですがタイミングはここがいいかなと思ったので、あのー、編集なしのダラダラ喋っちゃう会になるんですがよかったら最後までお付き合いいただければと思います。 ただねあの学校の先生のようにあの来賓の方みたいにねこう堅苦しくしゃべることが私あんま得意ではないのでいつも通り崩した言い,い口になっちゃうんですがまあ服装もこんなんだしね。で、えー、まあこれをね見てくださってる方はもちろん、まあ、卒業生でない方もね見てくださってるかもしれませんが、まあ、小学生中学生高校生大学生保護者の方といろいろいらっしゃるので、まあ、何をしゃべるといいかなって、まあ、ターゲットも難しいんでね迷ったんですけど。 でもうん学生のみんなに限らず、まあ、保護者の方も含めて私がすごくすごく大事にしてる一つのね考え方をまあそれを、えっと、伝えてでぜひみんながねこれまでの学校生活、まあ、小学生だったら6年間中高生ならまあ主に3年間ですねを振り返った時にそういう考え方もありなのかなって、うん、その考え方を持った状態で振り返ってほしいそしてこれから、えー、みんな進学 ね、とかも就職するる方もいるでしょうでその時にいろ、まあ、んなことがあると思うので人生ね歩んでいくといろんな経験をしていくからその時にああこういう考えを言ってたなっていうのを、うん、思い出してほしくて一つだけ伝えていきますえそれは何かっていうと、えー、自分がちょっと重たい言い方をすると自分が、うん、歩んできた人生、うんまあ、経験も含めてねに、えー、と意味その歩んできた意味をだ生きてきた意味とかでもいいは うん後からら見つけたらいいんです今じゃなくてね例えば自分で言うと中学はすごくつらかったです特に人間関係がねで卒業する時に振り返るじゃないですか3年間もう何も残ってないって思ったんですよなんかさ人は生きてたら前に進むものだし成長するものだし進化していくものだと思ってたでも 中学の3年間を振り返った時は全くそれを思えなくてむしろ <laughs> 入学してきたしてた時あ小6から中1に上がった時だよねの方が充実してたし人としてもあの時の方が優れてたんじゃねえかなって思ってたんだよねだから3年間まあ辛く過ごしたんだけど <laughs> それそれ終わってもさなんか自分が前に進めてる気がしなくて何やってたんだろうなって。 俺俺の3年間何だだっっっったたんんろうなって、はすごく思っちゃったんですね。まあ、高校はいろいろあったけどでもまあ最後ね1年間勉強めちゃめちゃ一生懸命やったしで恩師にも出会えてね人にも友達も恵まれてでうん振り返った時にはかなりね違う印象があったんだけど中学は結構ひどくてさでも今は思うのそのうーんだってみんなだったらね卒業を迎えるわけじゃん。 この3年間、この6年間、まあ年間、大学生の4年間もいるけど、その何、数年間の時間っていう意味、何のための時間だったんだろうって、私はこの3年間でどうなったんだろうっていう答えは、すぐに見つからなくたっていいんだよ。後でいい。だって俺がその中学3年間、ね、それが自分にとってどういうものだったのかって気づけたのは、まあ20歳超えた後だったもんね。社会人になってからだった。うん できっとそういういことがいいっぱいあるこれからみんなね、まあ、今までの人生でもいろんなことがあったと思うしもちろんこれからのがみんな人生長いからまだまだまだ長いぞ、ね、長く生きてね長いからきっといろんな経験があるそれは嬉しい経験や楽しい経験だけじゃなくて辛い経験とか時には涙を流す経験だってきっとあるで特に辛い経験っていうのはすぐには意味がわからないんだよね何のために私はこれを経験したんだろうって。 神様は試練を乗り越える人にしか与えないらしいうん、割と好きこの言葉でも <laughs> 辛い時にはそれを思えないんだよね <laughs> いや無理だよって耐えらんねえよってなっちゃうんだよでも耐えてなんとなく頑張って踏ん張って過ぎ去ってで <laughs> まあそれを,を引いてしんどかったなってで徐々に徐々に時間が解決してくれて切り替えていってで いろんな本とかねいろんな動画も含めていろんな人の考え方に触れたりそうやって自分が変化していってである時気付くんだよふとああの時のこれってこうだったのかもなとか特にこの学生生活6年間3年間がすごくつらかった人、まあ、俺の中学の時みたいにねつらかったもう二度と戻りたくねえって思うぐらいつらかった人にとっては。 すぐにはねやっぱりポジティブな解釈はできないしもうしんどいこのねこのしんどさをどう乗り越えるかってもう視野も狭くなってたから俺もだからなかなかこう俯瞰してみることができないんだけどもでも数年経った後に振り返った時にはきっとポジティブな解釈ができるようになるそしてこれが一番伝えたかったことなんだけど自分の生きてきた意味とか歩んできたその道の意味っていうのをどういう意味なのかっていうのを決めるのは みんんな自身が決めてていいんだってもしかしたら周りがなんかみんなが歩んできた道をバカにしてくることもあるかもしれないねっながらこうね集団で笑ってくる人がいるかもしれないでも関係ないんだよ、まあ、関係あるんだけど気にしちゃうからね関係あるんだけどでもみんなの人生の主役はみんななんだそれは絶対に間違ってないみんなの人生の主役はみんなだからみんなが歩んできたその道の意味 こうだったんだって。このためだったんだって。決めるのはみんな自身が決めていい。っていうのをぜひ覚えておいてください。きっと、これを見てくれてる方の中で、何言ってんだろうなってよくわかんねーなーっていう方も多いと思う。なんでそう思うかっていうと、中3の時の俺がこの動画見てもきっとそう思うんだよ。そう。まあもそもそも俺見てないかもしんないけど、これ、うっせーなーとかと思って消しちゃうかもしんないけど、でもここまで見てくれてるみんなだから、うん。 きっとと届く信じてるだから今すぐこのね俺が話したことに関しても今すぐあの納得いかなくても全く問題ないそう問題ないからただそういうふうなことをね熱苦しく喋ってたおっちゃんがいたなっていうのだけ頭の片隅に置いといてほしいなのでみんなの人生の意味そう経験したことの意味っていうのはみんな自身が決めていいそして焦らず見つけていったらいい今すぐ見つけるものじゃないひとまずはこの 学生生活、まあ楽しかった方も辛かった方も含めて自分にお疲れ様を言ってあげて本当によく頑張ったお疲れ様特にねこれを見ている方は受験を終えた方も多いと思うから改めて言わせて本当にお疲れ様よく頑張ったねできっとその頑張り、まあ、結果はこれから待っててえっ、ー、と第一志望とかねうまくいかなかった方も出てくると思うでもその経験も含めてきっとその経験ねそれも 後からみんな、まあすぐに見つけられる方もいるかもしんないけども、後からきっとプラスの解釈、ポジティブな解釈にして自分の糧にできる日が来るから。だから焦らずみんな,みんなの人生をみんならしく一歩一歩進んでいってください。これからのね、みんなの人生がより笑顔に溢れるというか、ね、小さな幸せをいっぱい感じる人生になることを心より願っております。 はいということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。ちょっといっぱい喋っちゃったね <laughs>。またね、来週、えー、何か喋っていきますのでよかったらそちらも見てもらえたらと思います。そしてちょっとね、私の話になっちゃうんですが、えー、よかったらきょ、えー、と去年の明日かあ、去年の2月28日に、えー、卒業ソングを作ったプロモーションビデオを投稿した日です。ちょうど1年になります。よかったら、えー、私の私は作詞だけ担当してるんですが、えー、心からみんなの卒業を 祝いたいというか、みんなの背中を押したいと思って、みんなチームでみんなで頑張って作った、えー、PV なので、よかったらそちらも見てみてください。それでは、えー、また来週お会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイそして、卒業おめでとう